はい、プレゼンテッドバイケムコ。いやー、買っちゃいました。リトゥーンバイ、読めません。これあれですね、千里の寄付、現代将棋ミステリーということで、 YouTube でおなじみの女流棋士の深川先生とか山口先生がこう携わっている作品ということで、いやもうどうしてもやりたくて買っちゃいました。伝言さんのね YouTube、 呼び乗りさんとかの YouTube でもねよく出てる香川先生、あと糸谷先生とかも入ってますんで、もうやるしかないでしょうこれは。で実況させてもらいます。はい、じゃあスタートします。おー、すごい、将棋の森。お、すごい、詰め将棋とかある。へえ、あれ、あー、将棋のルールが書いてあるね。詰め将棋やりたいな。一手詰め一問。はあ。頭金の問題ですね。金のぶち場所は3つありますが、どれが正しいかな。これは2二金ですね。金が上から押さえつけているから王様が逃げる場所がありませんね。わあ、2問目とどんどん増えていくんですね。これはちょっとまた本編が終わってからやっていきたいと思います。じゃあ早速始めます。本作はフィクションです。高橋みちお九段の許可とセリフ監修のもと、本人が出演されています。また、香川愛生女流さんをはじめ、多くの将棋士の皆様にご協力とご出演をいただいております。千里の寄付。薄暗い和室の中心、将棋盤を挟んで二人の男が向き合っていた。一人は、長髪の男。鬼の形相となり、いるように盤を見据える。一方は分厚い黒縁メガネをかけた男。読めない。泰然と座し、気迫に満ちた眼差しでじっと盤上を見つめている。外は激しい雷雨で、巨大な獣が吠え立てるかのようだった。それでもこの空間だけは一種の静寂が保たれている。貴様これは何だ、こんな将棋はありえぬ。これは手だ。将棋のルールにのっとった正当な手だ。はあ、なんか追加されましたね。俺は知っているぞ。貴様何かを使ったな。俺は負けていない。おい、何を使った、なぜこんなことが起きた。なんだ、月下の騎士かこれは。メガネの男は顔を上げる。彼こそが後に歴史に名を残す大名人となる男だった。ああ、めちゃくちゃ強いんですね。鋭い声が飛んだ。時間で早くさしたまえ、さもなくば勝負を投げるか。俺は負けていない。すべては千里眼が。うわあ。なんや、ナルトっぽいな。なんじゃこりゃ。ちょっと入りは、めっちゃ、ファンタジーっぽいな。 AI とプロ棋士はどちらが、おお、めっちゃ最近の感じやね。この問いはここ数年の将棋界の話題の中心にあったですね。 AI はすでに人間を凌駕した、そうした声も聞かれる。だが勝負の雌雄は決していない。なぜならば最強の棋士がまだその舞台に立ってないからだ。問いの答えは近づいていた。 AI と最強の棋士の対局が実現する。しかし最強の騎士は姿を消した。まあ、今で言うとあれですよね。まあ、藤井五冠が姿消したみたいなもんですよね、きっと。
物語は主人公で記者の一ノ瀬あゆみが将棋連盟会長に取材に向かう直前から始まります。はあ、将棋連盟会長宅前、佐藤先生でしたっけ。私は幼馴染の蝶野三段を通じて将棋連盟の長峰会長に取材を申し込んでいた。長峰さんって言うんだ。まだか。おー、ボイス入っとる。いいね。お待たせ。長野圭君、これ主人公ですね。遅い。相変わらずマイペースね。え、時間通りに来たのに。さすがに僕も会長と話すときは遅れないよ。そらそうだわ。あ、蝶野圭三段。三段すごいよ。蝶野はプロの養成機関である奨励会に所属する三段であり、まだプロ棋士ではない。そうですね、奨励会の三段リーグっていうので、まあ上位にならないとプロになれないですもんね。四段に上がるには、そうですね、四段になることでプロ棋士として認められると。三段から四段に昇段するためには三段リーグという厳しいリーグ戦を勝ち抜かなければならない。本当は15分くらい前に来て打ち合わせしたかったのよ。うん、あゆみって意外ときっちりしてるんだね。失礼なやつやな。インターフォン押すわね。押そうせ。出ないね。そのまま入っていいと思うよ。ここは会長の別宅だから家族も住んでいないし。あ、ダメだろ、勝手に入るのよ。うーん、別宅ね。弟子を呼んで研究会をしたりするんだよ。あ、へえ。みんなで将棋をやるのね。はいはい、はい、あと将棋は指すって言うからね。取材の時はそういうように。勉強不足がバレるよ。あ、これね、結構ちゃんと指すって言わないと突っ込まれるよね、これね。むむ、将棋を指すね、打つんじゃないのね。さて、家のドアも勝手に入っていいのかな。マジかこいつら。さすがにまずいよ。ああ、さすがに、ね、勝手に入ると怒られるかも。そらそうだ。いやー、もう勝手に開けるけどね。あれ、鍵がかかっていない。長峰会長、蝶野です、入りますよ。なんだかおかしいな。うん、お邪魔します。こいつらなかなかずぶてえな。会長いらっしゃいますか。あれ、廊下の奥から誰か来た。カタカタカタ。うわ、怖すぎるわ。なんで人形が来るのよ。からくり人形だよ。会長は意外とお茶目だから来客にいたずらを仕掛けたんだろう。冷静すぎるやろ。すごい、なんて精巧なの。ねえ、江戸時代のものだよ、ね、会長のコレクションだ。詳しいな君。多分本人も隠れて脅かそうとしてるのかも。お茶目なことで。でもここにはいないみたいよ。どこにいらっしゃるの。それなら奥の書斎だろうね。でも何かおかしいな。うん、私たちは廊下の奥の書斎の前まで移動した。さすがにここは僕が。会長、蝶野です、おられますか。おかしいな、何も反応がないなんて。あらあら。からくり人形も何かの拍子に動いた感じで仕掛けられたようには思えないよね。まあ思えないよね、うん、私も変だと思う。声をかけてから入ってもいいんじゃないかな。はあ、やるなこいつら。長峰会長失礼します、入りますよ。私たちは意を決して書斎に入った。え、ひどい散らかりようね。棋士の先生の書斎ってこういうものなの。違うよ、部屋がめちゃくちゃだ。誰かが荒らしたんだ。分かった、手に入れるからな。え、長峰会長。お、会長どうしました。しっかりしてください会長。ううお、生きとるな。意識はある、す
ぐ救急車を呼びます。すごい増えてく。なんだこれ。待って長野、カイちゃん大丈夫か。余分な警察も救急も、なんでなんで、連絡を高橋九段に。あ、ここで高橋先生が絡んでくるんですね。誰にですか。そんな、救急車を呼ばないと警察にだって。長峰会長はうめきながら目で制止した。会長すごい。高橋九段に。いや、どんだけよ。わかりました、高橋先生に連絡を取ります。あ、冷静な長野。ピッポッパー。もしもし、三段の長野です。高橋先生でしょうか。あ、三段の長野ですって言うんや。騎士の方とかはそれで伝わるんや。長峰会長が倒れていて、今は会長の別宅にいます。おう、長野君か。会長の容体は。外傷はないように見えますが、混沌しており意識はおぼろげです。私が病院の手配をする。安心しなさい、そこを動かないように。うん、会長はこのことを想定されていた。警察には言わないように。え、会長すごない。ああ、こうやって見れるんですね。高橋道夫九段、はい、プロ棋士の九段ですね。まあ、実際にいらっしゃる先生ですね。はい、戻りますか。あ、こうやって見れるんや。長峰邦夫会長。はあ、なるほどね。多忙なんですね、会長ですから。戻りますか。高橋先生って高橋道夫九段のこと。私知ってるよ、アニメが好きなんだよね。そうだよ、タイトルを5期も獲得した大棋士なんだ。僕らからすると雲の上の先生だよ。すごい方です。そんなに強いんだ。でも会長は事件が起きる可能性を高橋九段に伝えて対応を任せていたのかな。うん、ああ、警察を避ける理由もわからない。何か訳ありみたいだ。長峰会長は再び昏睡状態に入っている。やべえや。探索ボタンではボタンを押し、探索画面ではボタンを押して会話をしたり室内を調べたりしていきます。同じ選択肢でも1回目と2回目とで反応が変わることがあります。よ、ここではあるものを調べることで新たな選択肢が出現します。どこを調べようか。ああ、そういう感じ。選択肢、まあ順番に行こうかしら。まあ長峰会長行きましょう。長峰会長は一時的に覚醒したが再び意識が混濁しているようだ。何かの薬の作用かな。僕らでは分からないから救急を待とう。どこを調べようか。もう一回押したら変わるかもしれないっていうことですよね。あー、変わんないね、会長は。じゃあ長野行きますか。まあ、そらそうやな。分かったらびっくりやな。私たちが来る前に誰かが侵入したのね。でも何が目的で、何か手がかりがあればいいけど、僕らが勝手に探っていいものか。いや、普通触らん方がいいよね。まあでも警察読んでないからか。もうちょっと蝶野は当てになんないんで、ちょっと部屋の様子見ますか。誰かが何かを探した痕跡があるわ。明らかに荒らされている。荒らされてますよね。本当はもっと整然とした部屋だ。何が起きたのだろう。泥棒が何かを取ろうとしたとか。この部屋にそんな価値があるものは置いていないはずだけど。じゃあもう一回しますか。いや、変わんないね。
ていうことはもう最後のからくり人形ですね。この人形本当によくできているわ。江戸時代は伝統文化が現代よりも成立していたからね。こうしたからくり人形や能の精巧さ、それに将棋だって江戸時代に将軍家の保護の下で家元が存在し将棋の研究をしていたんだよ。物知りやな。あれ、わ、出ましたね。何かしらね。この紙は何、どこにあったの。この人形の着物に挟まっていたのよ。寄付ですね。どこを調べようか。あ、増えてますね。なるほど、そうやって変わるのか。で、先ほどの紙を調べますと、人形の着物に挟まっていた折られた紙の破片よ。開いてみるわね。これ何、将棋の図が 3つあるよ。え、見せて。おーおーおお、すごいな。これが一つ目、詰将棋っぽいですね。でこれが二つ目、双玉か。双玉って何。いやー、なんか押してしまった。ちょっと、あ、こうやって見れるんや。そう、双玉何、詰将棋の玉は相手のみにあり自分にはないのが普通だが、自分の玉がある詰将棋が存在する、それを双玉と呼ぶ。へえ、知らんかった。将棋の最も大切な駒である王様には玉将と王将があり、まあ、玉王と略されると。まあ一緒の駒ですよね。まあ玉って呼ばれること多いですね。でちょっと戻りますか。で双玉かと。なんだって、王が2つあるということ。少し珍しい図なんだ。うん、確かに王が2つあるわね。まあ7-3ですね。この盤の上にある、あの数字と右側に関数字あると思うんですけど、まあ、上の数字から呼ぶ感じですよね。だ、例えば73の王とか、まあ、55の王とか、まあ、そんな感じで言いますよね。最後3つ目よと。はい、あまり意味があるものとは思えないけど、意味はわかるの。ああ、これは詰将棋だ。はい、詰将棋、車の音だ。教えろよ、詰将棋を。その後会長の知人であろう医師が手際よく応急処置をし会長を車に乗せた。私たちは同行を許されたが、それはこの件を口外しないことが前提だった。つまり全ては内密に処理された。被害者の会長がそう対処したその理由はわからない。私たちは事件が起きた会長宅を出て病院に同行した。重要人物の動き、あー、一ノ瀬あゆみさんですね。フリー記者、会長宅を取材訪問時に強盗事件に遭遇。長野家、奨励会室三段、幼馴染のあゆみに協力して会長宅を共に訪問。長峰会長、将棋連盟会長、別宅で強盗に遭うもなぜか警察には届けないよう指示。高橋九段、岸九段、会長から事前に何かを依頼されていた。私たちが病院に到着した時には深夜0時を過ぎていた。遅いね。会長は無事だ。ただ僕らに話があるって。分かったわ。とにかく話を聞いてみる。君たちが助けてくれたのか。ご無事でよかったです。部屋が荒らされていました。何か盗まれたものでは、何か盗まれたのではありませんか。いや、いや、あれは私が探し物をしていて散らかしたんだ。夜更けまで古い寄付を探していたらめまいを起こして倒れてしまった。何を言うてまんね。現場が荒らされていて何者かが逃亡したことは確かです。警察に届けた方がいいのでは。ジョル君、こちらのお嬢さんは。僕の幼馴染です。今晩取材のアポを取っていて。そうか、そうだったな。せっかく来てくれたのに悪いことをしたんだ。いえ、それよりどうして警察に言わないのですか。事件ではないからだ。君たちも何も見なかったことにしてくれ。
わかりました。ちょっと待ってください。私は将棋界の人間ではないし、会長さんの頼みでも従えないわ。だって強盗傷害事件の可能性もありますよね。いや冷静やな。少し休ませてくれ。また話をしよう。いや謎多いですね。会長、一点だけ伺いたいのですが、残された詰将棋を見せる一択ですね。これご存知ないですか。なんだねこれは。現場に置いてあったものです。侵入した人物が残した可能性もあります。詰将棋ですよね。全部で3枚あります。たわいもないものだな。会長は興味なさそうに詰将棋から目を離そうとしたその時、ああどうしました。いや特に覚えのないものだ。だが部屋にあったものならば私が預かっておこう。え、後で呼ぶから今は休ませてくれ。長峰会長は詰将棋の書かれた紙片を見て態度を急変させた。紙片を取り上げられた私たちはやむを得ず病室の外に向かった。会長はあの詰将棋を見て何か思い当たったのかな。最初は興味なさそうだったのに急に募集されたわ。きっと何かに気づいたんだわ。興味があるなら図面を書くよ。おお、さすが覚えてんだ。覚えているの。まあね、棋士は一度見た盤面はすぐ登られる。かっこいい。プロ棋士になりてえ。かっこいいな。これが一つ目。すごすごいね。あの持ち駒も全部覚えとるの。すごいね。あ、でもそうなのか。あれは何？そう、あ、そうか、全部のコマ数なのか、あれは。そういうことか。これが一つ目。これが二つ目。これが三つ目。蝶野くんは瞬く間に紙片に書かれていた三辺の詰将棋を書き出した。すごい記憶力。うわね、すごいよね。問題はこの詰将棋にどんな意味があるかということだ。詰将棋って何？え、知らないの？知らねえよ。踊らなくてもいいでしょう。詰将棋は将棋の中で相手の王様を捕まえる部分だけを取り出したパズルみたいなものかな。配置されている駒と持ち駒を使って王手の連続で詰ませると正解。うん。2人でやる将棋と違って1人で解くものなのね。そうです。ましてこの詰将棋はとても簡単なものだよ。一手で詰むからね。一手詰めですか。どれか一つ動かしただけで相手の王を詰ますことができるってこと。駒の動かし方が分かるなら自分で解いてごらんよ。将棋が初めての方はお願いの選択肢、一手詰めしましょう。やってみましょう。あ、長老くん解いてくれるんか。がしかしここはちょっとやらせてください。よし、自分で解いてみようっと。お、いい意気込みだね。それじゃあ考えてみてと。正解はどれかな。まあ、パッと見19竜ですけどね。19竜じゃないのかな。19竜合気数じゃないですかね。正解。この竜の王手で逃げ場所もないよね。空いてる18に何か駒を置いたら王手を下げるんじゃないの。そのマスには飛車も効いているから取ればやっぱり詰みだよ。いいね。じゃあ次も続々行きましょうか。2問目は何か変則的だな。王様が両方ともあるよ。いや、こういうの初めて見ましたね。先手の玉を動かすことで後手の玉を詰めるのが作為だと思うけど、はい、王様を動かせばいいのね。どうしてかわかる？先手の、まあそうですね、空き王手みたいな。先手の王様が動けば角が斜めに効いてきて次に後手玉を取れるってこと。うー、なるほど。私にも解けるかなと。これはもうあの6号玉しかないですよね。
で5四玉は角に取られちゃいますね。6四玉はまず相手の王に取られちゃいますね。4四玉は7四王と逃げられた時に集まし切れないので、まあ、6五玉ですよね。そうそう、そこに王が動けば4六にいる角で王手になるから後手玉は逃げ場所がないよね。こういう王手のやり方もあるのねと。空き王手って言うんだよと。お、いいよ、順調ですよ。3問目いきましょうか。3問目は分かりやすいかなと。どうしてこの香車は下にあるの？香車縦にまっすぐならずっと先まで行くからね。そこがポイントだと。73のマスまで行けるってこと？これで最後どれかな、うん、おお、いやもうこれしかなくない？61馬。ああ、ごめん、そういうことか。あ、なるほどね。これ73強なり、あーなるほど、そういうことなんだね。あーいい、うー、七三強不成と。これは不成ですね。ならずですね。七一に行くので、これならずで正解。強者はならないことで王様の下の7一の地点にまで効いていると。だから王様が下に逃げられないってわけね。持ち駒が余るのが少し気になるけど、これで3問とも解けた。よく分かったね。あい、へえ、素質あるかな。いや、それはなんとも。実は19竜とか分からないから聞いてみようかな。19竜って何？ところで先手19竜とかって何？分かってなかったのか。当たり前でしょ、いきなり呪文を唱えたのかと思ったわよ。この図で今竜が縦の数字の3と横は漢字の9の位置にいるよねと。だからこの竜は今39にいると言える。そうですね、ふむふむ、縦が数字、横が漢数字なのね。今この竜を右に2マス動かして1のラインに置くとすると、その場所は19。そう、そこに竜を置いたとすると19竜だねと。ごめんと。すごい丁寧ですね、これ。将棋やったことない人でも分かるように。ところで蝶野三段、将棋の駒は置くじゃなくて刺すでしょう。歩みに分かりやすいようにそう言ったんだよ。もちろん知ってるよ、教えてくれてありがとう。この塗られてる三角が先手番ですよね。手前側の指し手、最初に駒を動かす人ですね。で、真ん中が空白というか、三角の縁だけ書かれている三角は奥側を指すよと。後手番の後手ですね。将棋の指し手を示す記号を最初の手から順番に並べていくと一局の将棋を表すことができる。それを棋譜というんだ。いやー、いいね、タイトル回収がちょっとずつ入ってきますね。僕はまだそんなことは言えないけど、一局の将棋を表す棋譜は棋士の魂、人生そのものなんだ。へえ、変な呪文かと思ったけど棋譜ってすごいのね。すごいのよ。私たちは3問の詰め将棋の正解を並べて、そこに隠された謎の推理を試みた。全部の答えが分かったから並べてみると、19竜、6五玉、73香ならず、縦にしてみて、え、全然意味わからんな。なになになに、167953竜玉香ならず、なに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 、はあ、数字を横に読んだ、数字を縦に読んだ、漢字に注目した、
9539537953。いや全然漢字に注目。竜とか玉とかってこと？いやもう玉を入れてるから漢字なんかな、やっぱりな。ちょっと漢字で言ってみますか。漢字だけ読むと竜玉卿になるは何かのお香の名前かしら。ありそうな気もするけど、それが何なのかな。いやお前もわからんのかい。まあ、順番にいきますか。数字を縦に読んだ、数字を縦に読んでみると167953ねと。167953か、うん、金庫の番号かな、それとも口座番号。なんで強盗が口座番号を書いた詰め将棋を置いていくのよ。数字を横に読んだ、数字を横に読むと、お、黄色文字になってますね。196573か。19ときたら年号の金もするよね。はあ、なるほど。1965年とか7月3日ってことですか。なるほど、確かに1問目の答えの19竜は1が下すぎて不自然なんだ。普通に右上とかですよね。わざわざこんな位置で詰め将棋を作るのは何か作為があるのか。仮に1965が年号だったとして、残りの73は何かな。例えば7月3日とかね。ああ、私が言うと思ってたのに。1965年7月3日。竜、玉、卿、ならず。意味わからないな。マジで意味わからんわ。薬品を示している。いきなり？わ、天才やろ。もしそうやったら。まあ詰め将棋の図がおかしい。いきますか。長野くんが書いてくれたこの図だけど、何か本物の紙幣にあった図と違う気がするんだよね。はい、そうなの。よう見てるね。1問目を見る。1問目は竜の位置は不自然だけど、それ以外は間違っていないと思うよ。蝶野くんが書いてくれたこの図だけど、何か本物の紙幣にあった図と違う気がするんだよね。で、2問目見ますか。2問目って蝶野くんは玉と書いたけど、元のは王だったよ。いや、君すごいね。瞬間、記憶能力高すぎません？最初見た時に王が2つある珍しい図って言ったでしょう。なんかそんなこと言ってたかもな。その時は確かに王だったよ。玉だったらおかしいと思うもの。でも仮にそうだったとしても、それは元が間違っているんだよ。でもこれがメッセージだとしたら、正しい書き方ではないかもしれないよね。鋭いな。そうか、その通りだ。蝶野、仮に王だとしたら竜王卿になるわ。これは、いや、それで薬品なのか。地名とか聞いたことねえな。まあ、さっきも薬品出てたんでね。まあ、薬品に行く前に一回地名行きましょう。ちょ、気になりますわ。竜王といえば漢字が違うけど、竜王峡という場所はあるわよ。確か日光の方に。へえ、そうなんや。なるほど、今日はそのまま今日と読むわけか。それに将棋の駒の竜は竜とも書くんだ。冴えてるね。おいおいおい、こっち正解かよ。3つの詰め将棋の謎を解いた。1965年7月3日竜王卿。タイトル戦か何かですか。やべ、薬品やっときゃよかったな。待って、電話だ。もしもし、蝶野ですが。あ、高橋先生。蝶野くん、ご苦労様でした。会長は今は。今は意識が回復されています。うん、ではテレビを見るように早く会長に伝えてください。今すぐに。え、テレビですか。テレビ、話は後で。急いでください。会長、高橋九段から連絡があり、テレビを。何かただならぬ様子でしたが。おう、
会長はすでにテレビを凝視しており、蝶野の声に振り返りもしなかった。会長、記者会見だ。最終王者戦ってなんだ。あの人見たことあるわ。サイバーテレビの曽我局長だわ。ちょっと待って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 、わかんないわかんないわかんない。用語集なの。ああ、はい、最終王者戦。サイバーテレビの曽我局長が新たに立ち上げた企画、名人と A が対局し勝った方が名人となる。へえ、しかし歴史ある名人が AI のものになる可能性があることは会長をはじめとする将棋界には受諾できない条件であり、無理難題の企画と言える。いや、それやばいな。名人位が AI になる電脳戦みたいな感じじゃないんや。サイバーテレビ、新興のネットメディアで急速に業績を伸ばしている。あ、アベマみたいな感じですかね。部門を取り仕切る曽我局長によって将棋コンテンツに進出し、将棋界の最有力スポンサーとなった。だが突然将棋界に牙を剥くかのように最終王者戦を発表し、名人と AI の対決を迫る。いや、それ酷やな。サイバーテレビは新興のメディアで、現在では将棋界の最も大きなスポンサーでもある。局長の曽我は引退したオーナーからの寵愛を受けて、その強大な権力も引き継いだ。そして次回の人間対 AI 戦を主催することが決まっている。記者会見を見ましょう。最終王者戦の開催を発表します。お前やさぐれてんな曽我。これはコンピューターと人間との最終決戦であり、どちらが強いのか本当にはっきりさせるもの。もし騎士の方が強ければ、将棋連盟は今のままで我々も最大限バックアップする。はあ。しかし仮にコンピューターが強いとなれば、将棋界を全く別の形に生まれ変わらせたい。例えばコンピューターを名人位につける。いやー、今めちゃくちゃ AI 強いらしいですからね。なんか水晶とかね、いろいろ強いのあるんですよ。昔はボナンザとかいろいろありましたけどね。めちゃくちゃじゃないか。いや、まずめちゃくちゃだわこれ。いわば将棋界そのものをかけた戦い、最終決戦を行おうと思っている。いや、なんでお前がそれを決めんのマジで。騎士側は正田名人に出ていただく。そして番勝負を行ってもらおう。はあ。番勝負って何？3局以上戦って多く勝った方が勝ちというルールだよ。そうですね。まあタイトル戦はだいたい番勝負ですよね。例えばテニスの試合でも5セットのうち先に3つ勝った方が試合の勝利者になるよね。うん。そうか、1回では決めないのね。将棋も一局だけでは時の運もある。だから名人戦など重要な対局は番勝負で決着をつけるんだ。そうですね。今は将棋連盟の回答待ちだ。長峰会長と将来名人から良い返事がもらえると確信している。わあ、もうスポンサーやからってやりたい放題やな。もし返事がいただけない場合はサイバーテレビと傘下の新聞社はスポンサーから撤退をする。いや、もう脅しやんこんな。サイバーテレビがスポンサーから撤退。わあ。ほえ。会長。スポンサーが一社抜けることがそんなに大変なことなの？ああ。サイバーテレビは今では機械の最大スポンサーで複数のタイトル戦を主催していて、その影響力はとても強い。でもこれまではずっと将棋界を支えてくれていたのに、なぜこんな方針に。これでボールは将棋連盟にある。私はただ至高の戦いが見たいだけだ。何も将棋界を潰したいわけではない。さいですか。戦うかどうか正田名人にお考えいただこう。うわあ、
会場が騒然とする中で最終王者戦の記者会見中継は終了した。長峰会長と蝶野三段は蒼白になっていた。将棋界に詳しくない私にはその理由がまだわからなかった。ただサイバーテレビの曽我という人物が将棋界に隠していた牙を剥いたことは理解できた。テレビが消された後も部屋は重々しい空気に包まれた。私は沈黙を破りその理由を問いただした。名人とコンピューターが戦って勝った方が名人になる、そんなに重大なことなの？名人は江戸時代からずっと続く将棋棋士の頂点の立場なんだ、うん、棋士の、そして人々の将棋の研鑽の歴史そのものであり、誰もが名人に憧れる。コンピューターは強いけど名人の権威と伝統は守らなければならない、うん、彼の言葉に力が帯びている。名人について語るとき棋士の誰もがそうなのだろう。会長、ご存知だったのですか、この会見のことを。まあそら倒れるか。会長さえも知らないところで話を進めているなんて。コンピューターは確かに強いですが、名人ならば勝てる見込みはあるのでは。どうでしょうか。正田名人は何と言われているのでしょうか。うわ無言やね。名人は消えた。え？名人はいない、全く連絡が取れないんだ。今までこんなことはなかった。対局がない時期だからどこかに出かけているのでは。考えられるところは全て当たった、だが手がかりさえない。焦っつんだな。名人が、名人はどこに行ったのだろう。いややばいなそれ。名人を探さなければならぬ。彼がいなければ将棋界は存亡の危機となる。いや本当にそうやね。あゆみさんだったね。あなたは今記者としてどこかの会社に所属しているのかね。私ですか。いえフリーランスですから取材ごとに契約する形です。なるほど、それならお願いしたいことがある。内々に調べてほしいのだ、正田名人がどこにいるのかを。秘密を守ってもらえるならこの最終王者戦の取材を許可しよう。わあ、それはやるしかないね。調査や捜索でしたらなぜ警察に頼まないのですか。わ、ごもっとも。ことを大きくしたくないからだ。ん？事件には将棋界の関係者あるいは棋士が関係しているとか。うん、おやおや。ところで会長宅に強盗が入ったことに心当たりはありますよね。なぜ簡単に中に入れたのでしょうか。会長の知っている人だった可能性は、例えば直前に来客があったとか。まああんだけ鍵開いとったらまあ誰でも簡単に入れるんですけどね。来客は常にあるものだが強盗には心当たりはない。あ、じゃあ知ってる人が入ったんですね。会長の家に侵入した人物と名人の行方がわからないことには関係があります？わからない。わからんのか。関係があるかもしれないんですね。現場に残された手がかりから調べてみてもいいですか？お、積極的ですね。方法は任せる。あ、そういうのは協力してくれるんや。あなたが将棋会館に出入りできるように許可を出しておこう。まだ何か話があるのかね。さっきの詰将棋を解いたら1965年7月3日竜王橋と読めたのですが。はあ、当たってた。何かご存知のことは。いや、わからない。分かってた顔してた。蝶野くん、棋士たちには彼女が私の許可を得て取材をする記者だと説明してくれ。わかりました。会長はまだ何か隠してる。だけど今は言わない方が無難ね。いやー、言っていいんじゃないのかい。事件が一段落した時はもう午後だった。季節外れの早い台風が近づいている。暗い紫の曇天と落ち着かない湿った風がこれから将棋界を巻き込む嵐を予感させた。2010X 年夏、新たなる決戦、そして古き日の因縁。
それらを起点に将棋界を巻き込む事変が起きた。これは最終決戦に臨む名人と勝負師たち、そして世に語られぬ将棋の記録である。ああ始まってくね物語が。確認したい項目を選んでください。おーおーおー、じゃあ現在の目的、将棋連盟会長宅を訪問した私と蝶野三段は、会長が混沌し部屋が荒らされているのを目撃する。部屋には3つの詰将棋が残されており、その暗号は1965年7月3日を示唆すると思われた。残る竜王強ならずの言葉は竜王強という地名を意味すると推理。新興メディアのサイバーテレビからは、名人と最強の AI が対戦する最終王者戦が突然発表される。しかし会長からは、正田名人は行方不明であると告げられ、その内密の捜査を依頼されると。今の目的は失踪した正田名人を探すことと、会長宅の事件の謎を突き止めること。うん、重要人物の動き、主要人物の動き、一ノ瀬歩、フリー記者、失踪した正田名人を捜索するとともに、会長宅の事件を追う。蝶野慶、奨励会三段、幼馴染の歩に協力、正田名人の安否を心配している。永峰会長、将棋連盟会長、名人の捜索を歩みに依頼、自身の強盗事件については謎の沈黙。曽我局長、有力スポンサーから変貌し、名人をかけた名人対 AI の対局を発表、将棋界を危機に陥れると。そうですね、まあ全体的のこの取っかかりのね話が分かったところで、パート1今回は終わりたいと思います。じゃあ次の話でまたお会いしましょう。うぜー！